はい、どうも、キョペちゃんです。こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども、新レジャー、やっていきたいなと思います。富士急コラボ。何回かね、サバイバー側やったんですけど、結構面白くて、まあ、ただね、一回キラーをやんないと、サバイバー側がどういう痕跡を残すのか、どういう行動をとるとキラーにバレやすくなっちゃうのかなっていうところをね、知るためにも、まあ、ちょっと一回ね、キラーをやっていこうかなと思います。このゲーム、まあ、似たような感じのやつをね、僕は、やってるんで、まあ、結構ね、なんだ、動き的には慣れてる方かなと。まあ、このモード自体は初めてなんだけど、似たようなゲームをやってるんで、まあ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 、うまくやれるんじゃないかなと思います。これレベル上がっていくのか。え、これ強くない?これ。サバイバーの位置分かっちゃうの?ガチ強いじゃん。これは、これない方がいいよな、絶対。これはちょっと強すぎる能力だろう。さあ、ということで、始まったやっていこう。まあ、とりあえず、まずはサバイバーをこう探すところからか。あ、足音。え、これ結構足音聞こえるな。すげえ足音聞こえるよ、これ。ここは蹴破る。もう一回蹴るよ。ほら、すげえ足音聞こえんだけど。あ、いたいたいた、ほら。これ走っちゃダメだわ。これサバイバー側、これ走ると相当足音聞こえるよ。で、ショットガンって。お、なに?お、やばいやばい。あ、敵のクロスボウか。結構スタン長いな。でも足跡がすげえ残ってるから。撃ちづら。射撃の位置が。射撃の位置さ、これ通常と一緒にしてほしいな。ただすげえサバイバーの足音聞こえるから、これ走ったらやばいな。とりあえず運んで、まあ落ち着いてしっかりとボックスに入れてこう。よいしょと。あそこでなんかミスったのかな。これが索敵か。あ、でも映んない。あ、いやいや、映る。めっちゃ。いや、これ強すぎだろ、この能力。この能力はえぐいて。この能力絶対ない方がいいと思う。これ強すぎるわ。えぐいって、これ。これはちょっとキラー側が強すぎないか?この能力あったら。で、これで二人目でしょ?誰も救助には行ってない。一緒と。救助行ってないよな。オッケー。いや、この能力強え、マジで。あ、足音聞こえた。近いな。いたいたいた、ほら。え?何してんの?当たんね。この微妙な距離感むずいな。救助行った。救助したやつをちょっと。欲張り。なんでこれダウンしないの。まだ一発目。もう一発。硬っ。あ、ダウンしてるわ。よいしょと。これ二回目だよね。落ち着いて。2回目。よいしょと。あ、死んだ。あ、2回目で死ぬんだ。オッケー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 。なるほどね。足音、ああ、痛いだろ。足音聞こえたもんな。ちょ、待って。追いかける。よいしょ。なんだ、すごい立ち止まったんだろうな。待ってー。めっちゃ足跡残るから、すげえ追いやすいな。あ、そういうこと。めっちゃこう板ないから弱いよ。オッケー。これを。
落ち着いて近くのあれを探すと箱、そこだな。結構ね、サバイバーがやっててもキラーがね、この箱の位置まで運べなくて逃げれるっていうパターンが多いんだけど、キラー側はね、しっかりと落ち着いて360度見回して、まあ、近くの箱をね、探した方がいいと思うわ。こういう壊せるとこはもう壊していって、チェイスしやすくする。救助行ったね。爪で、おー、うまいね。ほい、硬くね。硬いんだけどこれ。はい、OK。この人もこれで終わりだよな。すぐ目の前に箱があるからこれに入れると、よいしょ、多分これで終わり。 OK、あと2人。あ、痛い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 。怖いんだけど、この子供の声。板壊して、普通に追っても全然余裕だな。いや、これさ、サバイバー側走っちゃダメだわ。走ったらもうすげえ足音になるもん。お、もっと使ってんな。うまいね。鍵締めとしてんのか。なるほどね。木を投げて、うわ、しあさった。これ板に乗っちゃうんだね、かわいそうに。よいしょ、近くの箱、あそこか。入った、あと一人。しかも負傷してるからね、焼酎だから。あ、ちょっと聞こえるな。これすげえ足音聞こえる。これもうちょっとサバイバー側の足音を低くしてあげないとかわいそうだな。結構足音聞こえるもん。とりあえずこのキラー側のこの投資能力をちょっと弱める、もしくはなくすか、あとはサバイバーの足音をね、もうちょっと低くしてあげないと。これ結構きついと思うな。これで終わり。 OK、 はい、ということでキラー側、まあ今回キラーちょっとやってね、まあいろいろちょっと分かったんで、ちょっと次サバイバーやっていこうか。さあ、マッチングしました。やっていこう。今回持ってきたアイテムは、止血キットだね。まあ、なんだかんだやっぱ止血が一番いいかもしれない。まあ、とりあえずロッカーを探して修理をしていきたいところ。早速1個ありましたと。あ、もう1人ワンダウン食らってる。早いな。キラーうまいのかな。さあ、一旦これを解除していきたいところ。どこでダウンしたんだろうな。わかんないんだよね。あの箱に入れられたら分かるんだけど、場所が。それまではね、ちょっと分からない。パーフェクト出したい。よいしょ、 OK。 まあ、解読はでもまあまあ早いんだよね。お、入れられたな。 あそこか、結構遠いね。まあまあ余裕ある。とりあえずこれ解読終わって、まず1個、残り4つ。とりあえず5個ロッカーの解読を終われば、あとは車乗って脱出できるから。あ、1人食らったな。あの人か、こっち来るか。救助行きたいな。救助行きたいけど、そこでチェイスされると、あそこ通れねえな。今行けるか。釣るでしょ。来い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 。あ、でも俺のこと気にしてんな。これ、時間稼いであげようか。時間稼いであげて、この人、ここから出れるようにしよう。よしよし、ナイス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 。キュッキュッキュ。俺追ってくるかな。
これのこと追ってるっぽいね。逃げ切りたいな。おわ、危ねえ。もうそこまで来てんのか。やっぱりこれ釣られるかもしれん。板ないな。とりあえずここでちょっと時間稼せんか。その間にロッカーの解読を頑張ってくれ。ちょ、できるだけ時間稼ぎます。ここでなるべく、あーダメだったか。でもどうだ、ここは箱に入れられないんじゃない。オーバーキルされてんだけど、間に合うかな。これ連打。お、でも味方が時間稼ぎ しに来てくれた。ありがてえ。いける、これいけるぞ。センキュー、ナイスチームワーク。逃げます。追ってきてるか。あ、来てんな。あ、ちょ、引っかかった。引っかかった。でもここもワンチャン間に合うんじゃない。連打。あ、でもこれ脱出できそう。オッケー。急げ。ドア閉めて逃げる。追って追ってきてないな。見失ったか俺のこと。ナイス。一旦回復いけんじゃない、ここで。回復超早っ。 OK。とりあえずこのロッカー解読して、あ、まだボタンか。これ釣られるかな。とりあえずこれ解読しよっか。あ、釣られた。あそこか。結構遠い。で、味方がもう一人あそこで解読してんのか。ナイス。これ救助行ってくれるかな、味方。どう、味方の動きどんな感じよ。あ、救助行ってるっぽい。あの人が救助行ってくれてるから、俺はとりあえずここ、もう解読しちゃおっか。残り 50%。救助行ったね。よし。オッケー。あと1個どこだ。ロッカーの位置。ん？いや、救助できてないな。いや、もしかしてキャンパーされてたか。あー、マジか。そういうパターンか。キランがキャンプしてたっぽいね。キャンプってのは、なんだろう。なんていうか、箱に入れたサバイバーの前でずっと待ち構えてるってことね。他のサバイバーを探すことなく、ずっとその人が死ぬまで、ずっとそこで、もうキャンプしてる。近いな。さあ、残りもうちょっと。頑張れ！めっちゃチェイスね、頑張ってくれてんだよね。これで決まる。よいしょ。 OK。 車か、車の修理か。次、ただ味方を救助したい。どこに釣った、あそこか。行きそうだな。とりあえず足音だけ立てないように。近い。そっち行った。よし。一応閉めとくか、これ。結構しゃがんでると足音やっぱ聞こえづらいんだな、いくらかは。でもこれとりあえずこれ救助いけそう。もう一気にしちゃおう。一気に救助して、あ、車あそこにあんのか。いや、こっち来ないか。キラー一目散にあそこの車見に行くかなと思ったんだけど、来ないっぽいか。あそこで逃げれるな。え、味方の人気づいてるかな、あそこの車に。いや、そっちじゃないぞ、そっちじゃない。ここに車あるんだって。そっち行くな。こっちだ、こっち来い。なんか呼ぶあれとかないのかな。まあ、とりあえず修理だけしとくか、これ。
修理だけ終わらせといてすぐ逃げれるようにしとこう。え、まさか味方あんな遠くの車行ってないよな。え、大丈夫？あ、いたいたいた。こっちだ、こっち。こっちに来い。こっちこっちこっち。一緒に逃げよう。オッケーオッケーオッケー。行こうぜ。よし。レッツゴー！おい！この段ボールなんでここに積み重ねてあるの？純粋に、純粋になんでそこに段ボールあるんだろう。オッケー、脱出成功。やばい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 。この板で。ほら。え、動けない動けない。え、待って、動けない動けない。はまったはまったんだけど。え、待って、しかもここ。ここ最強ポジじゃない？もしかして。痛い痛い、やめて。出れなくなった。ここダウンはすんのかな？最強ポジ、最強ポジ。無敵なんだけど。え、これ、あ、ダウンした。え、これ担げないじゃん。やばい、無敵だわ、これ。無敵ポジション。こうやって、伏せとけば、食らわないっしょ。強っ！バリ強い。バリ強いけど、これ、これ出れないんだけど、どうしたらいいんだろう。逃げることもできない。まあ、でも、あと6か1だから、この間に味方が、どっかをとりあえず、直して、3人脱出してくれたら。あ、でも、キラも諦めていっちゃったな。ナイス、シュリー。もう俺を置いてみんな逃げるんだ。俺はもう終わった。ここから出れない、俺は。逃げろ。俺のことはもういいから、ほっといて。逃げてくれ。これでももう少しで回復終わるんだけど。回復終わって出れたりしないかな。ダメだ。ダメだ。出れない。出れない終わった。無敵だけど、無敵だけど、絶望なんだけど、これ。もう終わったわ。みんなもう逃げてくれ。俺のことはもういいよ。俺はもう一生、一生この机の下に隠れて終わるわ。これキラーも相当うざいだろうな。これもうあれだね。出血で死ぬのを待つしかないね、これ。無敵だけど、どうしようもなくなるわ、これ。やばい、そうそう、出血しそう。もうキラーも呆れてどっか行ったもん。くそー、これ絶対脱出できたよな。これ板倒す気をつけないとダメだね。はい、ということで、結構面白いんでね、よかったら皆さんも遊んでみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。